まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。はい、ただいま開店いたしました、ふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店の一品を一番詳しい担当者をゲストとしてお迎えし、その誕生や今に至る歴史を語っていただく地元の物産情報番組です。瀬戸山さん大丈夫ですか、はい、10月19日の水曜日FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたします。うん、本日のメンバーを紹介いたします。店長の森さん、はい、こんにちは。菊水堂より出向しております。主任の内田さん、こんにちは、お願いします。コーヒー屋より出向しております。アルバイトチーフ瀬戸山さん、はい、こんにちは。観光おもてなし課より出向しております。元気ですか。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして私主任鶴本舗より出向しております。本日はよろしくお願いいたします。本日のゲストの紹介をいたします。本日のゲストは江口栄商店の高山さんです。こんにちは、高山真理子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではフリートークに移ります。よろしくお願いします。はい、なんか重いね。重いですね。なんで。いやいや、今日はちょっと今日の空模様と一緒ですか。どんよりと、1週間前ぐらいからやっぱ緊張し続け、そうですか、これに挑んでおりますので。ありがとうございます。はい、実はですね、今日バイトじゃなかった、バイトは瀬戸山さんだった、ゲストで来ていただいてる小山さんに、先々週ぐらいにこうやってゲストでお願いしますとオファーをしていいですよって言われて、3日ぐらい経ってからごめん予定の一つ入っとったって言われて、何ですかって言ったら、2時半から、100万輪の、花プロジェクトに行くんだっていう話をされてまして、文化会館ですよねっていう話で、で、うちが、2時28分、30秒に終わるので、1分半で走っていってください。ダッシュで行きます。ということで、オファーをしてもらいました。はい、で、実はこの、100万輪の花は、FM 担当とかでもたくさん、紹介されてて、まあ、熊本地震のチャリティーイベントの一環ということなんですけども、はい、実はですね、今、その、今日ゲストで来ていただいている、小山さんは、お住まいが熊本、しかも市内、しかも、お城のすぐ近くのマンションというところで、はい、もう、正真正銘の被災者だったんですね。それで、うん、まあ、こういう機会も少ないので、ちょっとフリートークはその辺の話も少し伺いたいなと思って、はい、で、まず、4月の11日でしたっけね。14日と16日。で、あれした後に、小山さんが熊本出身だったのは知ってたんですけども、なんかなんとなくイメージ的に大丈夫だろうとかって勝手に思ってた。そうそう。なんか、ね、はい、草木まんじゅう江口栄商店の社長だし、はいはい、なんか優雅に被災、避難されてんじゃないかなと思ってたら、1週間ぐらい経って、小学校に避難してるらしいよっていう話を聞いて、いきなりお電話をしたんでしたよね。そうです。近くの小学校に、もうとりあえずグラッと来た瞬間から、はい、私7階に住んでるんですけど、はいはい、もうエレベーターも止まりますから、階段、非常階段を駆け下りていって、はいはい、で最初の時は小学校のグラウンドに集まって、みんなそのまだ校庭の中とか入れないんで、グラウンドでもう結構あの頃冷えたんですよね。寒さを感じながら、はいはい、ずっとなんか冷たい風を受けながら空を見上げて、ああ何時になった何時になったっていうのをしたんです。そしてその日、まあ日が出てきて、まあ家に一旦帰ってみようと思って帰ったら、もう足の踏み場もないくらい、もうぐちゃぐちゃ。そうですね。もう本は倒れる、食器棚は倒れる、
多分上から漏れてきた水で衣類はびしょ濡れもう何これって。でもとりあえずあのガラスもいっぱい散らばあのしてるから怪我しないようにって台所だけまず片付けたんです、はい、でもうあとはもう靴履いたまま歩き回ってて、はいはい、でもうああいいやもうやっとこれでと思って、そしてまたその日の夜っていうか明け方ですよね、はい、もう2回目いわゆる本震、はい、だからもう本震の後はもう今度はもう片付ける気もなくってまたあの階段駆け下りながら小学校にまた行って、もちろん本震の時もマンションに、そうです、マンションにいたんです。はい。まあ、たまたま起きてたんですけど、あの、1時半ぐらいでしたけど、はい、起きてて、ぐらっ、はぁ、何これって、また来たーっていう感じで。で、正直言って、もう死ぬかと思いました。もう本当に死ぬかと思って、はい、で、この感覚って私自分だけだと思ってたんですけど、後でいろんな方に話すと、いろんな方が、もう男の方でも、死ぬかと思いましたあの時っておっしゃるから、あ、じゃあ私の感覚は間違ってなかったって、なんか変に自信を持って、それでその近くの小学校での避難生活が3週間続いたんですけど、はい、もう教室みんなその教室だとかなんかに行く、もう教室もいっぱいで、はい、で私はあの通路廊下に寝てました。で私はあの2階にいたんですけど、もう、はい、あの1階と2階をつなぐ階段のすぐ脇に新聞紙を下に敷いて、そこにあの慌ててコートを羽織っていたんですけど、そのコートでくるまって、もうまさしく木のままで寝てましたね。ずっと寝てましたって、もう本当に寝てました。じゃ あの2回目の本震が終わった後に、はい、じゃあそれこそ寝具だとかエルミとかをマンションに取りに帰るということはもう全然しませんでした。怖い、もう怖いのもあるし、その7階まで階段上がっていくとかないエレベーター動いてないんで、あ、まあ、もちろんそうでしょうけども、はい、だからもうとてももう行く気にはならなかったんで、とだんだんあのいろんな、もう本当に皆さんありがとうございます、感謝してますけど、いろんなところから物資が届き出して、はい、あの毛布とか届き出して、はいはい、と今あの学校ですから校内放送が入るんですね、はい、で今毛布が30枚届きました、はい、必要な方はって言われて、あのそれを取りに行ったりとか、ありがたいことに、まあ、大牟田も私のお友達とかが持ってきてくださったものにくるまったりとか、はい、そんなんでしのいでました。そうなんですよね、あの同じお菓子屋さんの長崎屋さんとお菓子屋さんとの専務の奥さんが、はい、自分は2日目か3日目ですよね。そう、もう早い段階で来ていただいて、で、まあ、あのいろいろお友達も電話かって、どう大丈夫大丈夫とか電話かかってきて、はい、何かしてあげ、何したらいいっていろいろ言ってくれるんですけど、はい、もう正直私も何してほしいって、いやもう別ありがとう、もう何してほしいわけにも、ね、で、の部屋の片付けに行こう、いやまあ片付けなくて今だって、うん、そん中で水も出てないし、だから生活水もないですから、来てもらってもかえって迷惑かけると思ったんで。電気とか水道とかはもうまだ全く、はい、学校も電気はあれ不思議ですよね、学校ってなんか別ですか、私もそういうの分かんないんだけど、電気はつくんですけど、はい、水がね何箇所かしか出ない、だから本当にトイレが、トイレ、もう今言いますと運動場に穴を掘ってそこにあの板を渡してという、原始的なキャンプ生活ですよね。キャンプの時昔私もそういうしたことありましたけど、いやそのそんな生活です。長崎屋の専務の奥さんが帰ってきてとか、その話をしてる時に、もうとにかく本当に失礼な言い方だったけども、人間の住んでるところではないと思った。それからそれからその小山さんを見て、まああのまあちゃんとしてるっていうか綺麗にしてる小山さんしか知らなかったのにもうどうしてここにいるのと思ったって、でもう連れて帰ると思った、もう絶対連れて帰るって、でもうちに呼ぶって、そう言っていただきました、もう連れて帰るって、もうとてもじゃないけどもありえない状況だ、それは別にその小山さんかってことじゃなくて、やっぱりそこ自体がそういうふうなところだったんだろうなと、もうとにかく連れて帰る引きずってでも連れて帰ると思ったっていうのを繰り返し話をするぐらいだから、だからやっぱり、どれだけ被災、まあ、実際に行ってみないとわからないところ、体験されたかわからないところっていうのがあったんだろうなと、まあでもね、私たちはもうこうやってあの、まあ、元気ですし、はい、ね、誰も私も家族も周りの人も怪我もしないし、
というもうそれだけです。やっぱりね、なくあの命をなくされた方とか怪我なさった方たちがいらっしゃるからのことを思えば、あ、本当に幸せだなっていうのと、日常の普段私たちが朝起きて水が出て電気がついておはようって言える相手がいてっていうのがどんだけ幸せなことかという、もう、ね、今までいかに自分は不遜だったか気づかされたりしましたよ。簡単に小学校 に3週間寝泊まりしてましたって言うけども、はい、ね、いや想像できない、うんうん、あの単純に言うと私あの結構気遣いなんですよ。気遣いだし、うん、わがままでもあるんだけど、あの今回ばっかりはそうやって誰かが何か大丈夫って言ってくれた時にもう甘えました。うん、もうだんその最初のうち何日間かはもう何していいか分かんないしあれだったんですよ。だんだんこう落ち着いてくると、はい、あれがない、何が足りないって出てきてもう友達に悪いけどもう、あ、もう変な話下着からないんですよ。気のままで出ていってるから、もう足元も寒くて靴下もない、だからごめん、もうブランド物って言わないから何でもいいから、はい、スーパーでなんか下着買ってきてとか靴下買ってきてとか、化粧品はいらないけど化粧水とかお願いって、はいはい、もう頼みましたね。それと逆に言うといろいろその人のありがたさが分かったのと、私なんか友達と旅行行ってもはっきり言ってあのツインとかなんか嫌、一人で寝る方だから、はいはい、みんなと一緒嫌って、私だけシングルにしてっていうタイプだった。もう大丈夫、一部屋に誰とでも寝れる。もうそんな感じでしたよね。もう本当に知らない人のいびき聞こえる、はい、寝言聞こえる、子供たちは走り回る、はい、赤ちゃんの泣き声聞こえる、はい、もうでもそれがもうなんか全然気にもならないし、あ、子供って元気で動き回ってていいよねとか、はい、なんかコンコンってされてると、あのばあちゃん大丈夫かなとか咳してるなとかね、はい、いうことをあの気づかされたりとか、まあそれでも、うん、まあ将来が見えないっていうかまず なんでこういう状況になってるのかも分かんないだろうし、そうですね、それなんかその辺の中で、まあ、3週間いて、うん、そしてそれからもう半年ぐらい経ってるから、はい、今思えばっていう話でしょうけども、 その中に放り込まれた時に、じゃあ明日いつここから出れるのと、例えばこういうの化粧水はいつ来るのとっていう、もう結局そう一日何もすることがなければ、はい、結局そういうふうな思いに馳せるしかないじゃないですか。それであの私の住んでるところって結構あの、まあ、マンションが多いんですね、はい、で今まで会ったこともない人って、同じマンションでもほとんど口を聞いたこともない人たちも一緒にいるもんですから、はい、お互いすることないんで、はい、自分のあの身の上話から始まるんですよどこで生まれて、はい、高校、若い頃はこういうところでお勤めしててとか、はい、で今こうしてるとか、あの孫が どこに行ってどうだらこうだらとか、はい、もういろんな人の話聞きましたねそうだなもう本当にじゃあ、まあはい、まあ、たまたまこの後でそのチャリティーイベントもあるということで、はい、こちらの話にしましたけども、はい、じゃあここで一曲入れていただいて、はい、そして、まあ草木まんじゅう栄商店の少しお話を伺いたいと思います、はい、じゃあ1曲お願いします。はい、もう今日はこの曲しかないと思って持ってまいりました。ライブで聴いてください。ボブ・ディランです、風に吹かれて。毎週水曜午後2時、ギャンヨカとこ、ギャンヨカもギャンヨカ情報、ギャンヨカ人が紹介するふるさと大牟田屋、お得なプレゼントもご用意します。ぜひ聞いてください。はい、ありがとうございました。まさしくタイムリーな曲でした。今ちょっと曲が長い時の話だけども、本人はまだノーベル文学賞を受けるかどうかの意思表示をしてないんですね。一切あのいわゆる事務局っていうんでしょうかからの連絡に対しての返事がないそうなんですよね。それもちょっと楽しみですね。ねえ、でライブももう何回かもちろんあのショーの発表の後にやってるそうなんですけど、ライブでも話の中に一言もノーベル賞の話をしてないって言って、じゃあちょっとノーベル賞から草木まんじゅうに戻りますか
もうあのおまんじゅうのノーベル賞ものですよ、草木まんじゅうは。え、もうそれで締めようとしてますよ。ダメですよ。もう行こうとしてます。文化会館に走って足がもうそっちに向いてます。じゃあ、改めて、今日のゲストを紹介させていただきます。はい、草木まんじゅうの江口栄商店、社長の小山さんです。改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もうちょ正直言ってさっき あの前半の話が面白くて長くなってて、はい、後半話を聞こうかなと思ったことで少なくなったんですけども、はい、もうズバリと2点、うん、今日は伺いたいことが、はい、ちょっとあって、もう私のというかな、興味本位なところもありますし、うん、実際にあの周りの方々から言われた質問とかもあるんですけども、はい、1点目がもう10年前でしたっけ、はい、社長になられてそうです、はい、10年経ちました。江口栄商店が江口さんから、はい、違う経営者に変わられたこの時のことが一つ、はい、うん、それから、それと同時に、草木まんじゅうの江口さんとこの草木まんじゅうの味が変わったんじゃないかとまあ同じ菓子屋としても山ほど聞かれよ、はい、まあ、最近でこそさすがに少なくなりましたけども、まあ、ちょっとこの辺のことを、はい、まあ、その別にその、うん、まあ、弁解をしてもらおうとかそういうレベルではないんですけども、うんうんうん、まあ、素直に私の方がちょっと自分で納得できればいいなっていうところで、はい、で今言って 10年前ですか、もう10年、そうです、もう10丸10年経ちました。あ、ちょっとそうか、最初にちょっと聞いておきましょう。草木まんじゅう江口さんの創業は何年ですか。1914年、大正3年、3年、102年です。あ、そうか、今年102年。あ、そうなんですよね、うん、で、水道さんの方がね、もっと歴史ありますまあ、私は別にありがとうございます。で、ほら、あのね、素人だから途中で挟んでもらうと話が進めないんですよ、はい、素人だからって言ってるのは、実は小山さんは元アナウンサーなんですよね。はい、あのお隣の熊本放送 RKK というところで28年喋ってました。ほら、で、うちの、はいはい、あの、二次の時報の前の、あの、大正のなんとかよりっていう、あれお話も自分でされてるんですもんね。そうです。あの、タレントさんに払うギャラがないんで、もう私が喋ろう。いえいえ。納得する人がいなかったんですよ。はい。いや、ダメダメ。もうそっちの方の話終わってしまう。で、まあ、まあ、簡単に言ってしまうと、その時に、会社の経営を引き継いだのが、はい、今はもう会長職も控えてますけども、熊本のお菓子の購買という、はい、ところで、その時は会長職で、うん、今会長、あ、今か、うん、まあ、その時社長、社長か、はい、での方、添島さんが、はい、が買ったというところで、うん、大牟田では、はい、ほら、購買に身売りしたげなとか、うん、購買が買ったげな、吸収したげなっていう話になってたんですよね、はいはい、で、まあ、でもそれは、当たってない話ですよね、その、うん、実際に、ね、これちょっとあのデリケートの話なので、はい、短い時間ではなかなか難しいんですけども、いや、単純に言うと購買が買ったんじゃなくって、あの添島隆個人が買ったんです。引き継いだ。そうだから、もう森さんたちとかもみんな周りよくお分かりのように、今まで老舗のお菓子屋さんっていうのが、あのだんだん後継者がいなくなって、どんどん廃業なさってますよね。でそれを、まあ、副島もずっと見てて、もう大牟田の草木まんじゅうっていうのは歴史もあるし、お塩まんじゅうがやはりあの前の社長の江口社長、それから専務って独身だったんで後継者がいない、でもう、まあ、このままでいくと辞めなきゃいけないかもしれないっていう話を聞いて、そんなら自分で何か役に立てばっていうことで、あの引き受けているんですね。まあ確かにその、まあ、丸川言われた時も、うん、まあ、ある程度その今の話は、はい、小山さんからも聞いてたし、まあ、実際に、まあ、ギリギリですけども、その、うん、社長今の会長さんとはお会いしたこともあったので、はい、でまあ、そういうふうに言われる方には、いやでも購買が買ったなら、うん、あのあそこの江口さんのところに、うん、神代湖とか、はい、武者返しとかが当然陳列されるでしょうし、はい、看板とかにも、うん、そのそういうふうな感じのやつが出るでしょうけども、はい、一切出てないっていうことだから、うん、その個人で買われたというのはこれは間違いじゃないと思いますよっていう話はちょっとしてたんですね。そうですね。でも今でも大牟田のお客様からは、あの神代湖置いてよとか、逆
ふうに言われるんですよ。結構裏切り者が言われるし、逆に私の熊本の知り合いは、はい、なんで購買に草木饅頭を置いてくれないのって。まあ、結構グループだと考えれば当然そうじゃないかということですね。でないと熊本で正直言って今草木饅頭が買えるのは釣り屋デパートさんに日曜日だけ全国、はい、名家店ってあるんですね。それで日曜日だけ出してるんですよ、はい、でそこでしか買えないから、はい、草木饅頭美味しいから、はい、あちこちで買いたい、だから購買に出してよってそうです、ね、いう話も逆にされるくらい、うん、まあその辺を普通に考えると、うん、言われたみたいにその単純にその途絶えさせてはいけないというところでというところでのも、まあ真実味があるなというふうに思うし、あともう一つ、これは本当によく言われるんですけども、その味が変わりましたと。でそれもじゃあ私別に私誰にでも何でもないんですけども、とりあえず答えなきゃいけないので、まあしばらくしてからお店を完全にまあ横にずれられたというか新しくされましたので、その時に工場も当然、はい、立て直しされたので、うん、多分ですねって機械を変えられたと思うんですよって、うん、で、特に蒸しまんじゅうの蒸気っていうのは非常にデリケートで繊細なあれが必要なので、うん、その前と同じって出すのは厳しいんじゃないですかって話をしたんですよって、はい、大山さんに話をしたらそうそう機械変わってないですって言ってもうだって新しく工場は建てる、ね、もうね、私ね、お金かかるのに、はい、そんな機械だってもうご存知のように1000万近いですよ、はい、一つ何年に嘘ついたと思いますもう機械ももう本当新しい機械買いたいよねって今でも言ってるくらいですけど、はい、もうずっと同じ機械ですよ。もう蒸し器も全部で当然その材料とかも前のまま、 それからもう10年経ちますけども、はい、作られてる方ももちろん一緒です。一緒です。ですね、はい。まあ、私が入った時に誰一人クビにしてませんから。だからもう今だんだんね、定年退職して辞めた人もいるからあれなんですけど、もうその中で私よりも先輩、みんな先輩ですよ。そうですよね。もうそういう中でずっと10年も過ぎてきたんですけど、だから従業員も変わらない、取引先もどこも粉屋さんも里屋さんも全部同じとこ、うんうん、何も変わってないけど、でもやっぱり私の耳にも入ってきました。最近というか、うちの周りも3代目とかが結構いたりして、うん、あ、はい、で、まあ、それらと話をしてると、やっぱり代が変わると、うん、またこの代、とりあえずその前が良かったねって言われるっていう話をね、はい、うん、味が変わったっていうのを美味しくなったねとか良くなったねっていうんじゃないですもんね、はい、味が変わったっていうのは前の方が良かったそういう意味ですよね、うん、あれね、はい、もう本当にね、はい、もう多分ね、どうしようもない。さっきのその身売りをした、うん、身売りをしたにつながってだけ味の悪くなったとかってねまあ悪い方に何かなってしまうのかなって、まあ、今でももちろんそれはありがたくお客様からのお声として、まあいつもうちの従業員も今日どうだと、例えばお客様からこの前の時どうだった、あんこがどうだとかね、側、うん、がどうだとか言われましたって必ず入ってくるんですけど、ああそうって、まあそれは真摯に受け止めつつも、だってお家で炊くご飯にしろお味噌汁にしろ毎日微妙に違うじゃないですか、はい、同じお味噌使ってても、うん、同じ鍋で炊いても、うん、同じお母さんが作るのに。でもそれプロ言ったらダメですよいや、プロは逆にそれが一定してますっていうのがほらアマチュア感が出るなるほど、毎日同じ味ですね、はい、で、そうですよね、他の業界だってここだとコーヒー屋さんとかもなんかそんなコーヒーはないか、ね、コーヒーもあります。まあ支店ができたら味が変わったっていう、あとはまあそうですね、本を出版したりすると味が変わったって、皆さんも皆さんなんかこうなんていうんですかね、ルールじゃないですけども視点ができたりするとも皆さん言われて、私本出すのやめよう実は ほぼほぼ草木まんじゅうの話にならなかったし、実は今日は、はい、小豆の草木まんじゅうを持ってきましたんですよね。そうなんです、小豆、はい、今月曜日だけ、はい、小豆を作ってます、はい、でこれはもう本当に月曜日作ったのを冷凍して、はいはい、この番組が始まるくらいにちょっと自然解凍をしてるんで、よかったら召し上がってみてください。ありがとうございます。本当はその草木まんじゅうの話も聞きたかったんですけども、どちらかというと、はい、その新しもう10年経てばあれですけども、はい、やはり小山さんとかその、はい、みんながなんとなくもうさすがに声には出しませんけども、うん、繰り返してしまうようなところのやつも少なくとも私たちで少しなんか分かってるといいなと思ったもので、はい、本当になんか話しづらいところをづけづけと質問しましたけども、隠すことも何もないし、それから
発言に対して、はい、私たちは何のその 責任を取れる力もありませんので、いやー、その責任持ってお店に買いに来ていただかなくてはいけません。買いに行くぐらいは行くけども、まあ、それで十分です。何かある時にお願いしておきます。、はい、じゃあ、すいません、また草木まんじゅうの話は次回もいっぺん、ちゃんと、また呼んでください。はい、それでは、今日はこれで、ゲスト、江口栄商店の小山さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここでプレゼントのお知らせです。小山さん、お願いします。はい、この後ですね、2時半以降 FM 担当を聞きましたと来て、草木まんじゅうの江口栄商店です。間違えないでください。江口栄商店の本店、駅前店、吉野店で、言っていただくと、5個入りの草木まんじゅうを先着10名様にプレゼントさせていただきます。先着10名様ですから、これもなくなり次第で、一応今度の日曜日までということで、ありがとうございます。誰もいなかったらどうしよう、日曜日過ぎた、はい、今から目の前に駅前で見えるので行きます、もらいに行きます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、そろそろ閉店の時間が近づいてきました。来週のゲストをご紹介します。来週のゲストはカフェドオリーブの岩倉さんです。来週からふるさと大牟田屋が、11月の12、13ありまして、そちらに関係する方々を3週連続で呼びたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、番組では温かな応援メッセージやオブラートに包んだ優しいご批判メッセージお待ちしております。宛先は793@fmtanto.jp です。またふるさと大牟田屋のフェイスブックページもチェックしてみてください。大牟田物産振興会がお送りしたふるさと大牟田屋、また来週10月27日水曜日午後2時に